のは私。そう、ゼーレよ。何？嫌なわけ？でも、手紙を書くのは初めてよ。ヴィンセントペンを強引に渡してきたゼーレが、せっかく私たちの誕生日なんだからやってみようって言わなかったら、書こうだなんて思わなかったわ。でも、手紙って何を書くべきなのかしら。近況？挨拶？相手の体を気遣うとか？まあいいわ。本題に入りましょう。今日って暇？最近は天気がいいし、お姉様のようにずっと室内にこもって仕事するわけにはいかないから、これからピクニックに行こうと思ってるの。ゼーレったら、高級な材料を使って、見た目にもこだわった特別なケーキを作っていたのよ。賞味期限はそう長くないから。ここまで言わせておいて、遅刻したらどうなるか、わかるわよね。それじゃ、待ってるわよ。ゼーレ。館長、ここだけの話、ゼーレは5回も書き直してたんですよ。それと、興味ないって言ってましたが、一緒にケーキを作ってくれました。ただ、その後、なぜかチリパウダーが半分減ってたんです。どうしてでしょう。